はい、こんにちは。アリスです。とっても楽しかったプーケットの旅についてまとめています。アフターコロナのリベンジ海外旅行をする際に少しでもお役に立てれば嬉しいです。十数回にわたって紹介していく予定ですが、3回目の今回は、プーケット島内の移動についてです。よく行ってたハワイ旅行の場合はですね、レンタカーが必須ですけども、今回はタイですし、レンタカーのない中、どうやって島内を移動したかをお話したいと思います。はい、ですね、プーケット国際空港から、バニヤンツリープーケットまでは車で約30分かかります。タクシーを利用する場合は、空港から、ラグーナエリアまでは、一律料金になっているらしくて、700バーツ。ですから、だいたい今3000円弱ぐらいの値段のようです。で、私の場合はですね、到着時間が夜だったのと、それから空港に着いてから大きな荷物を持ってこうタクシーを探すっていうことは、なるべくしたくなかったので、事前にネットで、空港の送迎を予約しました。ちなみにお値段は、往復で7500円でした。1台ですね。普通にタクシーを利用するよりも、若干高かったのかなと思いますけども、私としては妥当な金額だったなと思ってます。トリップアドバイザーなどで、検索するといろいろ出てきますので、ぜひですね、リビューの評価が高くて、で、リビューの件数が多い業者さんから選んで予約すれば安心だと思います。間に第三者、トリップアドバイザーが入っていることで、何かあったときに、そのトリップアドバイザーなんかのこう、そういう会社がですね、動いてくれる場合もありますので、私は直接、そういう業者さんのね、の、あのホームページから予約しないで、こういった第三者のサイトを活用するようにしてます。私の場合ですと、予約しますと、その送迎してくれる会社からメールで連絡が来て、到着便の詳細などを聞かれます。で、私は携帯番号も渡していたので、もう飛行機がプーケット空港にも到着したらもうすぐにですね、携帯の番号にテキストメッセージが入ってて、何番の出口で名前のカードを持って待ってますみたいなのが来てましたので、かなりこう、いるかな、大丈夫かなとかっていう不安を覚えることはなかったですね。で、ラッキーなことに、同乗者がいなかったので、私と私の友人と2人でゆったりと、ホテルまで送ってもらいました。で、それからこういった送迎サービスのいいところは、初日に現地の人と話す機会があるっていうことだと私は思ってます。大抵こういうサービスですと、英語を話す人が来ますし、場合によっては日本語を話す人もが来てくれたりするので、いろいろとこの最近のプーケット事情とか、おすすめの観光スポットとかを、そんなことを聞いてると、あっという間にホテルに着きます。で、ホテルに着いたら、そのチェックアウト日のお迎えの時間を確認されて、連絡先をもらえますので、万が一、例えばその PCR 検査が陽性だったから帰国日が変わっちゃいますよとか、チェックアウトの日にちょっと観光に行くことにしたから、ピックアップの場所を変更してほしいとか、そういう要望とかがあった時には、連絡をしてくれれば対応できますよっていうふうに言われて、その日はおしまいです。で、ちゃんとその最終日、チェックアウトの日も、携帯にテキストメッセージが入って、今日は何時にロビーでお待ちしてますみたいな確認が入りました。で、ちなみになんですけど、バニヤンツリーホテルでも、この空港の送迎の手配っていうのは可能でした。片道料金で、ちょっと車の種類によって若干違ったんですけども、だいたい1800から2000バーツ。なんで、7000円から8000円っていう感じですけどね。で、これ片道料金なんで、私が払った金額のほぼ倍ですかね。でも、快適さと安全さという面では、ホテル
に依頼するのがもちろん確実だと思うので、その選択肢ももちろんありだと思います。次にですね、ホテル内の移動ですけども、バニアンツリーホテルではこういったゴルフカート、まあ、バギーって呼ぶんですけど、で移動します。でもちろん歩いてもいいんですけども、私、例えば私の場合は、ロビーから、まあ、自分のビラまでは徒歩7、8分ぐらいの距離でした。で結構やっぱ暑いので、ちょっと移動がだるいなと思ったら、こう電話をするとすぐに迎えに来てくれますし、敷地内を走ってるこのバギーを見つけてこう手を挙げると乗せてくれたりもします。チェックインとチェックアウトの日はこのバギーに、まあ、自分の荷物とかも全部乗せて、ロビーから部屋、まあ、部屋からロビーの、移動もしましたね。でもう一つ、そのホテルの内でいろんな人が使ってるのが自転車です。で、これは宿泊者には無料で貸し出してくれてます。で、ただし、まあ、バイクが使用できるのは敷地内だけで、まあ、これに乗って他のホテルに行ったりとかっていうのはできないです。で、一応借りると、誓約書みたいなものにサインをしてくれって言われて、カゴのとこにですね、部屋番号のタグをつけてもらいます。まあ、すごい簡単にレンタルできまして、で、チェックアウトの日に返しに来てねって言われるだけです。で、バイク貸し出しの人と話をしてたら、なんとバニアンツリーでは約300台の自転車を所有しているそうです。で、ビラの数が150室だっていうので、まあ、1部屋2台なんだねって話してたら、でも足りないからあと150台買う予定があるんだよって言ってました。というわけで、まあ、やったらみんなバイクに乗ってて、でやっぱり一回バイク借りるとすごく便利なんで、もうなんかちょっと本当ロビーに行くにもちょっとバイクでっていう風になっちゃいますね。で、私の泊まった部屋の、まあ、部屋というかビラの隣のビラが今4人家族が泊まってて、毎日家の前はこのちっちゃい写真の感じです。なんかもう学習塾をやってる家の前みたいな状態で、もうなんか本当にこの自転車の合間をすり抜けて部屋に入るみたいな状態になってましたね。で、このバイク一応部屋番号のタグがカゴについてるんですけど、なんか鍵がないので結構なくなっちゃいます。特にロビー近くに停めてると誰かが勝手に乗っていってしまって、私のバイクは2回行方不明になってしまい、でバイクの貸し出しカウンターにですね、まあ、計3台借りる羽目になりました。まあ、でもなんか結構よくあることみたいで、なんか書面には何もサインしないで、あ、いいよいいよっつって、新しいの持ってっていいよっつってすぐ貸してくれます。はい。で、もう一個、ラグーナ内の移動についてなんですけど、ちょっとまたこのラグーナのエリアの地図が登場しました。このエリア内はですね、無料のシャトルバスと、それからシャトルボートで移動できるようになってます。で、特にシャトルバスは、まあ、バニアンツリーからショッピングセンターのカナルビレッジっていうところ、カナルビレッジですね。っていうところ行きのバスが10分おきに走ってるのですごく便利で、もうしょっちゅうバス使ってました。で、カナルビレッジに何があるかというと、ファミリーマートがあるんですね。で、ここでですね、水買ったり、ビール買ったり、お菓子買ったりして、まあ、ちょっとほぼ毎日ここのファミマには行ってましたね。でですね、このカナルビレッジからラグーナのエントランスっていうところまでもバスが出てますが、これがちょっと便数が少なくて1日に4便のみなんですね。ちょっとこの下の方に時刻表を書きました。付け加えておきましたけども、で、なんでこのエントランスがすごい重要かというと、このエントランスから歩いて5分ぐらいのところにボートアベニューっていう
繁華街があるんです。で、私はほぼ毎日ですね、このボートアベニューエリアで夕食を食べてました。で、見てわかる通り、まあ、1日4便ですごいこう2時間に1本しかないような感じなので、私の場合は、ホテルからボートアベニューまでタクシーで行って、で、これ、20、すみません、200バーツの固定なんですけども、で、200バーツ払って、で、帰りは夕食の後、プラプラ歩きながらこのエントランスまで戻ってきて、9時10分のバスで、帰るっていうことを結構繰り返してました。で、この帰りのバスは、なんか、時刻表にはのラグナエントランスというカナルビレッジとしか書いてないんですけど、エントランスで、バスに乗ると、帰りはホテルのまでちゃんと送ってくれます。で、まあ、ちょっと写真、こんな感じですよっていうのが、これがシャトルバスですね。はい。なんで、私は出かけるときは、ビラからロビーまで自転車で行って、ロビー近くの自転車置き場に自転車を置いて、このシャトルバスでお出かけっていうことを、ほぼ毎日やってました。はい。こっちがシャトルボートですね。で、これは30分おきに運行してます。なので、まあ、バスでカナルビレッジまで来て、お買い物したら、今度はこのカナルビレッジの奥の方のラグーン沿いにボート乗り場がありますので、そこへ向かって、ちょっとボート、まあ、30分おきにしかないので、のんびりとボートを待って、ホテルへボートで戻るっていうことをよくしてましたね。まあ、その30分おきってこともあり、待ち時間も長いですし、ボートの方が、まあ、バスよりも時間もかかるんですけど、ちょっとこの水の上でですね、景色をのんびり見ながら過ごすのはとっても気持ちが良かったです。ボートのルートは2つ、もしかしたら3つなのかもしれません。あるので、乗る前に自分のホテルの名前をちゃんと乗務員さんの人に伝えてください。これね、このタイヤじゃなくて、この浮き輪の部分がこう、なんか目みたいになってね、すごい愛嬌がある。なんかいい顔してるなと思って、このボート、すごく気に入ってました。で、逆にホテルから乗って、カナルビレッジですとか他のとこに行く場合は、ロビーのある建物の裏側に、こんな船着き場がありますので、ここから乗れます。はい。次にですね、まあ、長距離移動するときは、まあ、タクシーしかもう手がないですかね。先ほどそのホテルからそのボートアベニューまでは200バーツっていう話がありましたけど、他のエリアに行くにも、なんか大抵固定料金になってるみたいです。で、まあ、私もやったんですけども、ちょっと遠出したいと、例えば有名なパトンビーチに行ってみたいとかっていう時は、タクシーが一番便利で安心なんですけど、私がやったのは、まあ、ホテルからこうボートアベニューに行くまでに乗ったタクシーのドライバーさんですごい感じが良かったり、英語を話せたりする人だったりすると、まあ、名刺をもらって、後で電話して、遠出したいんだけど、いくらでどうみたいなのを交渉したりしてました。ちょっと私は性格的に結構慎重な方だと思うので、タクシーもその街の流しはちょっと怖いなと思ってて、ホテルにいたりするタクシーですとか、配車のスタッフがいるような、結構このちゃんとしたタクシー乗り場にいるようなタクシーにしか乗らないようにしてました。一応これ、タクシー乗り場で見つけた運賃表の表をちょっと載せてるんですけど、ちょっともし分かりづらかったら、例えば、ラグーナエリアからパトンビーチまでは片道700バーツ。それからラグーナエリアから、プーケットのオールドタウンまではもう700バーツっていうふうに書いてあります。両方とも行きましたけど、だいたい、それぞれ30分ぐらいかかります。ホールドタウンももうちょっと35分ぐらいかかったかな。で、タクシーにこういうなんか SHA っていう、こういうなんかステッカーみたいなのが貼ってあるのが
あったりするんですけど、これはなんかタイの観光庁が、定めたその健康安全基準、まあ、のコロナ時代のこう安全基準をちゃんと守ってますよっていう証明みたいなシールのようですので、もし、まあ、タクシーだとね、こう密室というか屋内というかになってしまうので、もしその辺が感染とかが気になる方は、このシールが貼ってあるタクシーに乗るのが安全かもしれません。はい、というわけで、今回はプーケット島内の移動についてお話ししました。次回はですね、ちょっとさっきタクシーのとこでも出ましたけど、感染対策とか気になるのかなと思ったんで、マスク、それからまあ感染状況なんかのことをお話ししたいと思います。またすぐにお会いしましょう。それでは。